みなさんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室、音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい秋田です。イエーイ。今日はですね、崖の上のポニョですね。ポニョ、ジブリの映画の歌です。ポニョポニョですね。この動画を最後まで見ると崖の上のポニョバッチリ弾けるようになっちゃいますんでね、もちろん練習していただく必要がございます。このチャンネルでは F とか Bm の難しいコードを簡単なコードに変換したり、難しいコードの出てこない楽曲をチョイスしてレッスン動画としてアップしています。よろしかったらチャンネル登録お願いします。それではですね、崖の上のポニョイージーバージョン行ってみたいと思います。イージーバージョン赤い玉光った時にストロークをしますんで、ジャーンって弾きますね。それ見て真似してやってみてください。それではどうぞ。今回ですね、カポを5にしてます。カポを5にして G の構えでいくと崖の上のポニョ映画見ながら弾くことができますんでね、ポニョポニョポニョ魚の子って映画見ながら一緒にね歌ってみてはいかがでしょうか。それでは出てくるコードを確認したいと思います。まずは G、 D、 C、 A マイナー、 D マイナー、 F メイジャー7、D フラットメジャー7、インチキ。この1,2,3,4,5,6,7個で構成するようにアレンジしてみました。この D フラットメジャー7はね、結構インチキですからね、あんまり本気で俺これ弾けるんだよとかってやんない方がいいと思います。はい。それぞれの押さえ方は説明欄にリンク貼っておきますんで確認してみてください。ではね、ストロークですね。ストローク、全般的に、じゃん、じゃか、んか、じゃか、1等、2等、3等、シート、ね。1等、2等、3等、シートの1の裏、1のとと3の頭を引かない。じゃん、じゃか、んか、じゃか、んを引かないですよ。じゃん、じゃか、んか、じゃか。これね、大体やってるんですけども、1小節に2つコード、結構ね、1小節に2つコードがあるので、この場合は、じゃん、じゃか、じゃん、じゃか。ね、じゃん、じゃか、んか、じゃかの最初の半分をね、繰り返します。じゃんじゃか、1の裏を弾かない。じゃんじゃか、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 じゃんじゃかですね。ペタペタぴょんぴょん、足っていなかけちゃう。この辺がね、じゃんじゃか、じゃんじゃかで、もう頭の
ますのでね、確認していただけたらと思います。クールバージョンドアタマだけジャカジャーンジャカジャーンジャンジャカンカジャカンです。これねジャカジャーンジャカジャーンです。早くねジャカジャーンジャカジャーンジャンジャカンカジャカンポーニョポーニョポーニョと入ってますのでね、まあもうこれ難しかったらジャーンジャーンジャカンカジャカンポーニョポーニョポーニョって入ってもらってもいいですし、あとは口でジャガジャーンジャガジャーンポーニョポーニョポーニョって入るのもありだと思います。はい、あのその場がね和んだり受けたりとかね、みんなが笑ってくれればね俺それでいいと思うので、下手な人はね口でごまかしてください。はい、これもギター技です。ということでクールバージョン行ってみたいと思います。クールバージョンどうぞ。今日はですね、崖の上のポニョ、ジブリのね、映画のテーマソングをやってみました。ね、お子さんこれ結構大好きですからね、お子さんに歌ってあげたらね、モテモテになります。はい。ということでね、皆さんがそういうモテモテになったのをね、報告していただけるのがね、僕はね、すごく嬉しいので、コメント欄にね、子供からモテましたよとかってね、入れていただけると嬉しいです。初心者のためのギター教室入校はチャンネル登録からですのでね、ぜひぜひチャンネル登録をしてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように、今日もありがとうございました。バイバイ。